ナスティ大冒険 TV オリジナル。バイキングです。よろしくお願いします。はい。はい、まあ、前回ね、魚釣ったものをいよいよさばいたというところ、ね。ああ、そうやな、うん。お前が魚殺しまくった回だな。殺したって言い方やめてください。無人島ゼロ円生活体験で、どんな料理みたい？丸飲みだな。丸飲みやん。魚丸飲みか、あと鱗食いだな。嫌だな、まあ、鱗食いきついな。身は興味ないよ。鱗食いからの内臓すすりだな。いや見たいか。お前俺がさばいてるやつ見てうえーとか言ってたじゃん。見れんのか俺が内臓食うとこ。はあ、あと何匹いんだ。このちょっと待ってください。あ、こいつ何やったっけ。名前が出てこないんだよ。覚えにくいんだろう。四文字っすよね。ニコゴリみたいな感じでなんかね続きますよね。近いんじゃないの。なんだっけな。近いんじゃないの。ニコゴリ。イサ。イササカ。惜しい惜しい惜しい。イササカさんじゃないな。イササ先生。え？イカ。いいか、いいまま一個ずつ言っていこう。え、マジでわかんない。石、あ、いすずみ出た。いすずみ、いすずみ、いすずみ、出た出た。これやっぱ教えてもらってダメなんですよね。ダメなんだよね。脳が退化するんですよね。そうね、こういうのやっぱ自分で思い出さないといけないんですよね。嬉しいよね、思い出した時ね。いすずみだよ。いすずみは塩焼きでいきますね。あ、まあ鱗取って鱗は取んないといけない。あ、鱗ないの？いやだ、鱗ない。まあまああるんだよ、絶対鱗は。一瞬ないと思っちゃう。あ、ちょっとやっぱ硬くなって。硬いんだよ。でもちょっとぐらい刺身で食ってみたいな。どんな味するか。ね。いやいやいや、うまくなってる。ああ、すごい。OK。で、皮もね。おお、綺麗に取れた。あー、綺麗に取れたこれ。よっしゃー、綺麗。さらにスピードも上がり、残りの魚もテンポよくさばいていきます。すべての下処理に3時間かかりました。かかったね、3時間かかったんだ。メジナとまあおろしたこっちが色ブダイ煮付けね。一緒にもちょっと味付けね。醤油、お酒、同じぐらいかな。みりんどうしよう。ちょっと入れるか。うまいんじゃない。そう、作っているのは煮付け。おつゆは魚をカットしていきますが、これが、また、また出なくなっちゃった。いすずみ。やめ。あ、これがいすずみか。すぐ忘れるから。あら、あ、風がすごい。ああ、あの上に何か乗せたいですよね。全然しとかない。海鳥置けよ。いやいや、お前はよく言えるな。メジナの頭のことね、打った。あんま変わんねえじゃねえか。メジナ2個。続いて花見の傘を上げていきますが、使うのはオリーブオイル。プリプリっすね。うわ、絶対うまいじゃん。うまいよね。素揚げだね。うわ、うまそう。いいね、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。まだかな。まだですか。まだだな、まだです。もうちょっと皮をね、皮をカリッとさせたいですよね。うわー、ブリンブリンだわ、これ。うまそうだな、こう見て。うまそう。花見のカサゴのオリーブオイル素揚げ。これはやばいぞ。あ、強いね、風が。蓋持ってかれるぞ。蓋持っていかれるからな、すぐ。いすずみを、ドーン。うわー、これうまいんだろうね。すごい。いすずみいっぱい釣れたからね。あ、これぐらい焼き色欲しいよね。
これ一番いいじゃん、うん、うわー、いいやん、うわこんぐらい欲しかったな、やっぱり。そしてメジナの切り身にはこんな一工夫 を、ね、残してこのね、皮にねネットかけんのね、シュッとこう縮むのよ。メジナの湯引き、ほら、シュッと皮がね、こうシュッとやるね、あのこのあれがね、面白い立つ。はい、OK。 おお、すげえ。刺身 OK。 メジナの湯引き、鈴、おい、またか、やばいな、お前イスズミだろ。おいや、ちょっとマジでやばいな。さっき言えてたのにな。イスズミだって覚えやすくない、どちらかといえば。今この短時間だけど、これ結構時間かかってるからな。もういいよこの二人流すな、この二人。もう言っていいんですか。ダメですよ言わさないから。いいよお前がこのイスズミ思い出すくだり。なんで忘れちゃうんだろうな、こいつだけ。スワってんですよね、素で。お次は同じやつなんですよね。これがあるから俺今すぐスッと出るって。この時ちゃんと覚えたから。人と素肌、素に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 、頑張れ頑張れ、俺頑張れ。つなげないでそこ。ないないない。五十音順に言ってるのに出てこないよ。あるよね。なんで？数合ってますよね。何ですか？頭数。頭数じゃないか。あ、数じゃないんだ。あー、イスズミだ。出た。くっそー、腹立つ。そっか、巣に気を取られて巣を頭にしちゃったよ。イスズミがね、なんか覚えらんなくて。覚えにくいかな、イスズミ。そもそもイスズミって魚知らなかったでしょ。知らない。俺も知らなくて、この時釣って初めて教えてもらって定着しないんだよ、脳の中で。あの、どうしても覚えらんないやつってあるね。相性、脳と相性が悪いやつね。脳と相性が悪いワードあるよ。その言い方いいね。そう、相性なんだ。わかるわかるわかる。うわ、こっから洗い出てまた再沸騰させて、ちょっときついな。待つのきついな。うわ、結構経ったね。俺釣り終わったの6時前とかですよね。6時前終わって準備するっつって4時間半。これ大変だ。4時間かけて来るんだってまだできないから。セワセワさんもう完全寝てます。起こしてください、ね、完全寝てます。寝てました。起こしてください。わかりました。よっしゃー、湧いたー。お湯が湧きづらいんだよな。はいはいはい、はい、薪とかでやると。うわーお、あの3枚のおろすのが下手だから身がたっぷりついてますから。これはいいんじゃないでしょうか。これいい出してる。あら汁のクオリティが上がるね。ちょっと酒入れますね。ちょっと臭み消してるかね。倒して薪乗せて、早くて30分ですね。かかるね、やっぱりね。わー、風も吹くしね。風がね、今ちょっとやばいですよ。寺島さん、立てなくなってる。立てなくなってるじゃん。立てなくなる。どういう状況で立てなくなってる。友達さんのこと、ナス D ってつけた人誰なんすか。伊集院さん。あ、伊集院さんじゃないの。スタジオで言ったのがそのままもうそっか定着したってことですか。言われて放送作家がナスディって慣れしていた。へぇ、そんなのいいって。そうなんすか。生駒ちゃんなんだ。生駒ちゃんとか伊集院さんだった気がする。へぇ、2人ともお会いしたことないんです。はぁ、なんでスタジオに行かないんですか。本当いなかった。なんで会わないんですか。だって小峠もこの間俺会ったことないです、うん、もう黄金時からあんまり聞かないんですよ。そうなんです。タレントとそんな関係性がないですよ。はあはあ、仲いい人がほとんどいない。だから良い子も仲良くはないんですよ。良い子なんか20年近くやってますけど、はい、
浜口さんと2回ぐらいラーメン屋行ったことないです。ほとんど詳しいとか話さないです。ああそうなんですか。あの高利とか、はいはい、オリラジとか、はい、貧困とかが私生活で仲良くもないんですけど、はい、たまに喋ってたりする。オリラジは前説だったんです。黄金年代そうなんですよ。前説からブレイクしたんで、やっぱ可愛いですよね。へぇー、データの上でした。前説やってる時にあの武勇伝で売れてバーン行って、その後もまだ前説やってたんですか。彼ら2人は続けたいって、そうなんだ。売れてから半年やってきました。半年やったことでもうこっちも左にやめようってなって、マネージャーさんとオリラジが最後恩返しでして4月10日が売れたんですけど、ほうでも本当にもうあの最中に全く仕事入れずに10日くれたんです、はい、でマグロってきたらってやつ、それでめちゃくちゃ良かった。あのピークのこの番組が熱が始まったじゃないですか。はいはい、あのサラダくれました。すげえ。売れてちょっとはやってたわけじゃないですか。その時すごいですでしょ。遠藤さんが結構ガチめにあのもうやめてくれて。最初笑ったんですけど、はい、やっぱりすごいやりづらい。あの年々年々入ってきちゃうんです。はいはい。ポカーンってなるじゃん。もうアイドルだったんだから、はいはいはい、やっぱり入りづらい。そこでピークになった。いやそうでしょうね。なるほどね。あおっしゃ、お早いじゃん。あら予定よりあれ15分巻いたよ。巻いた巻いた。味噌入れよう。4時間半経ってるけどね。キラキラしてるな。あうまいんだろうねこれ。はい。腹から出してるから。いいでしょ。3種の魚のあら汁完成しました。これで全部できましたよ。やっとできたよ。まず、おいいい加減にしてくれよ。ゴズじゃなくてあのカサゴ、カサゴちょっとなんとかカサゴまでは忘れましたけどね。カサゴのオリーブオイルスとお刺身と湯引きね。でこれがメジナの煮付け、うん、ね。だいぶ時間かかってる。イクズミと小魚の塩焼き、塩焼きね、そして3種のお魚のあら汁。1、2、3、4、5品できました。豪華だよこれは。大ごちそうですね。うん、そうね。どれぐらいかかりますか。6時間弱です。すげー。だな、いやきつかったなこれは。うまそうだわ。いやうまそう。うまそうでしょ。うまそううまそう。全部今一通り作って並べて食べるみたいなのやりたかったから。ああはいはい。全部作ってたら6時間ちょい。もう冷めたやつも出てきてるだろう。大体冷めてるよもう。いやいやでも確かに全部うまそうだわ。いやそうでしょ。うまいと思う。いよいよだからもうここから食べるという。ああ次やっぱ食べるところね。すごいね。今回も殺したね魚。やめてくれるかねその。なあ、ね。何匹殺したよ今日。十何匹は殺したんだろう。ね、今サバ、ね、あ大量殺人だよな。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様次回もご視聴お願いいたします。